石室精神大聖堂の全部の壁と柱は花崗岩の積み上げで作られているので、地元の人々は石室塔とも呼ばれている。公衆は花崗岩を産出しないので、香港急流から採掘した石が用いられた。教会の東と西の両側にエルサレム1863とローマ1863の文字が刻まれている。ローマから取られた 1kg の地とエルサレムから取られた石がそれぞれの基礎石の下に置かれた。そして東のエルサレムでの教会の起源と西のローマでの進化を表示する。石室堂は25年の建設期間を経て1888年に完成した。1996年に全国重点文物保護単位に指定された。夕方には太陽が西側のステインドグラスを通して教会へと輝き、壁は豊かな色で染められ、ものすごく美しい。教会の元のグラスマットは19世紀にフランスから輸入され、しかし戦争と文化革命で破壊された。新しいステインドグラスはフィリピンで作られた。その結果、オリジナルのフランスグラスのフランス語とラティン語のテキストではなく、英語の説明がついている。私が公衆に滞在期間、毎日石室教会に行き、同じ位置に座って、同じステインドグラスを眺めていた。あのステインドグラスには、マルコ福音書9章、1節から8節までに基づいてイエスの変容が捉えられている。焦点は間違いなくイエス様だ。弟子たちの目の前でイエスの姿が変わり、その衣は真っ白く輝き、どんな布をさらしてもそれほどと白くすることはできないぐらいになった。しかし私の注意を引いたのは、両手を使って顔全体を覆い隠していた弟子たちの一人。なぜ弟子たちはイエスの変わる姿を恐れているのか。彼らはイエスの栄光を見たので、イエスと彼らが言ったことが必ず実現することを悟る。彼らはとっても不安になった。もしかして神の子さえ苦しんでいて、どうすれば彼らは免れることができるだろう。この曲がってバラバラになった世界で、私たちがイエスの教えを生き抜き弟子になりたいのなら、苦しみを避けることができない。最近香港でたくさんの平和的なデモは、結局すべて血まみれの紛争になったことを目にして、私も戸惑い不安だ。しかしイエスの苦しみと死は彼の物語の終わりではない。彼は十字架につけられたが、宮に勝ち、学校に死から復活した。イエスの変容は、私たちに主の弟子として、苦しみが一時的であり、神様の栄光が永遠であることを理解させる。父なる神様、どうか、あなたの栄光が私たちの心の最も暗い隅を照らし、傷を癒し、憎しみから抜けたし、お互いを許し、真の平和を生み出す力を私たちに与えてくださいますように。